4種目目フォックストロットですね。そうですね、この種目が5種目の中では一番難しい種目です。はい、なぜかと言いますと、ワルツの場合はだいたい回転がありますね。はい、ですから遠心力を利かした動きができるわけですけども、はい、フォックストロットというのは前進と後退がすごく多いわけですね。はい、回転が非常に少ない方なんです。でそういう点でやはり背の低い方よりも背の高い人が有利になってきますね。はい、今までのところの採点なんですけれども、ヒリア組が優勢だったんですけど、今のウィンナーワルツですね。ウィンナーワルツですね、ヒリア組破りましてね、はい、ラクソン組が取りましたね。はい、デンマークのラクソン組がウィンナーワルツになったんですね。進歩しておりますね。ぶつかりましたね。軽い接触ですから減点の対象にはなりません。ドンとぶつかると良くないですから。今大会の花です。